エンリケ・ウルビス・ハウレギは、スペイン・ビルバオ出身の脚本家、映画監督、マドリードのカルロス三世大学の映像学部、情報コミュニケーション学科の講師を務めている。1962年に、ビスカヤ県ビルバオに生まれ、バスク大学で、情報科学の学位を取得した。1980年代に、いくつかの短編映画を制作し、その後1988年に、 スビビア・エスタロカで長編監督デビューしたこの作品はアントニオ・レジネスト・マリア・バランコを主演に置いたホームコメディである。1991年に監督したロードムービーのトゥ・ドゥ・ポル・ラ・パスタは小夜賞の脚本賞、助演女優賞、作曲賞、特殊効果賞にノミネートされた。その後マドリードに移り、プロデューサーのアンドレス・ビセンテ・ゴメスの依頼で、 ジャーナリストのカルメン・リコ・ゴドイの書籍に基づく2本のコメディ映画を監督した。1994年のコモセール・イン・フェリス・ワイ・ディス・フルーターロ。1995年のクエル・ノス・レム・ヘールである。これらと並行して、1996年にはアルトゥー・ロ・ペレスイコール・レベルテの小説、コチとの映画脚本を執筆した。1999年には、 ロマン・ポランスキーが監督して、ジョニー・ディップが主演したナインス・ゲートの脚本を手掛けた。この作品もペレス・イコール・レベルでの小説の映画化作品である。2002年にはスリラーのラカハ507を監督し、ゴヤ賞では編集賞、プロダクション賞を受賞し、その他には助演団優賞にノミネートされた。2003年に監督した、 ラビーダ・マンチャは、小野賞で、新人男優賞と、音響賞にノミネートされ、マラガ映画祭などに出品された。2006年12月17日、アカデミー外国語映画賞スペイン代表作品の選考などを行っている、スペイン映画芸術科学アカデミーの副会長に就任した。ウルビスト、同じく映画監督で、後に、 スペイン文化大臣を務めるアンヘレス・ゴンサーレスイコール・シンデが2006年から2009年まで会長を務め2009年にアレックス・デラ・イグレシアが会長に就任する前にはウルビスが一時的に会長を務めている2009年にはサルバドール・ガルシア・ルイツが監督した砂の上の恋人たちの脚本を手掛けた2011年には2004年のマドリード 列車爆破事件を題材にした悪人に平穏なしを撮影した。2012年2月に受賞式が行われた第26回五夜賞でウルビスは作品賞、監督賞、脚本賞を受賞した。悪人に平穏なしは作品賞、監督賞、主演男優賞、脚本賞、編集賞、録音賞の6部門で受賞し、その他には助演男優賞 撮影賞、美術賞、プロダクション賞、特殊効果賞、衣装デザイン賞、メイキャップヘアメイク賞、作曲賞にもノミネートされていた。日本では2012年10月の第9回ラテンビート映画祭で初公開され、2013年2月にはヒューマントラストシネマ、渋谷などで一般公開された。ウルビスは、 ラテンビート映画祭の宣伝のために2012年9月に訪日している。ありがとうございます。